の裏側、魅力あふれる沖縄市コザを紹介します。コザの裏側、定番からディープなところまで地域のみんなもひっくるめて楽しくお届けしますよ。とにかく見ればわかります。コザに遊びに来たくなっちゃうよ。コザの裏側。新年明けましておめでとうございます。みんな元気、宮島真一です。ビクトリーです。2023年おめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたしますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スタッフの皆さんもよろしくお願いします。ちょっとこれ何もうさ、去年収録したっていうのがバレバレの、まあまあそうなっちゃいますね。まあ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 、ちょっと雰囲気だけでもこれ、まあ、きっとなんかの、ね、いただきものだと思うんですけど、でしょうね。うんうん、今日はですね、はい、大人の物質コーヒールンバ。あー、コーヒールンバ、前もや、コロナの前だっけ、久しぶりにやりました。超久しぶりだよ ね、 ね、うんうん、今回老舗物語があるんです。物語、そして今回初めて行く、これまた、まあ、老舗と言っていいのかな、問題ありのお店もあります。はい、でもなんかちょっとワクワクするでしょ、うん、でしょ、あの来るなって、まあ、これあったら、まあ、見ればわかるからね。見ればわかる、今年もそんな感じで。そんな感じでよろしくお願いします。はい、新年一発目は大人の物質コーヒールンバ、どうぞ。せーの、にゃん。さあやってまいりました、ここ久しぶりですね。今回はここ、八重島の、沖縄市民会館のちょ裏側の集落というかね、場所なんですけれども、ここ一度来たことあるんです。2回来た1回か。それでは早速行きましょう。響さんです、レッツゴー、カモン。サラミフォーレ、ありがとうございます。いただきます。はい、どうぞ。響さんにやってまいりました、久しぶりでございます。前のオーナーの菅間さん、そうです ね、 ね、菅間さんがもうお亡くなりになって、3年になりますか。はい、でそこで、まあ、金城さんがは茶壇でね、ダブルデッカーという、はい、素晴らしい、またあそこも音楽カフェ、ね、ライブなんかもやったりとか、はい、そこでそんな、まあ、金城さんが引き継いで、そうですね、あの僕が引き継いだというか、あのいろんな有志の方々が、うん、あのお手伝いしてくれてるし、うんうん、でちゃんとスタッフも、ね、うん、頑張ってくれてるし、自分の名前だけで、ね、いやでも、まあ、そんな感じで。さあ、コーヒーとサンドイッチセットでございますけども、はい、これは誰が作ってらっしゃるんですか。これはうちの優秀なスタッフがいるんですよ。あらまお綺麗な方でございますね。いただきますね。はい、かわいいね。いいですね。いただきます。うん、ボリューミーで野菜もシャキシャキ、愛を感じます。コーヒーもね、うん、心に響くよ、ちゃんと。 ありがとうございます。美味しい。うん、憩いの場になってますよね。そうそう、みんなのね、ここを助けてくれる常連さん、うん、もう皆さんのおかげでこの店があるようなもので、うん、あとうちのスタッフも頑張ってるし、うん、僕は本当にあの いないですから、めったに。ああ、そうかそうか。もう皆さんが、だってもうね、いろんな方がサポートしてくれてるっていう、このコザのね、この八重島で、うんうんうん、あのこの店があるっていう意義があるのかなっていうことで、うん、自分は思ってますけど。そうですよね、うん、新しいお客さんもね、ぜひ来てください。でぜひ音楽聴けますから。でピアノもあるんだもんね。これは飾りです。あ、そうなの。でもほら、たまにここライブもやったりする。まあ、最近はないですけど、まあ、落ち着いたらそれも考えてもいいかなっていうことも、うん、いいですね。まあ、狭いんでね、お店が、うん、やっぱりね、音楽や文学やそういう、そうなんだろうね、芸術の時間をここで過ごす。で、僕の知り合いも読書しに来るお客さんもいますね。はい、多いですよ、ね。はい、あの、お一人でコーヒー飲みながら、ね、本読みながら、ね、そうなんですよ、過ごされるっていう方。ほらほら、ピロリピロリ、もう予約の電話が殺到です。なんだろうな、今は。コザの裏側、響きでサンドイッチ。あの、建物はもうもちろん古いところだから、でもなんか雰囲気、あ、ね、いいでしょ、いい感じ、趣があって。実はあの建物は映画テンルームスでも映ってるんです。うっそ、また言っちゃいますけど、しつこいようですけど。そうなんだ。はい、いいシーンで映るんですよ、あそこが。はあ、やっぱりそういうね、うん、だからいろんな場所とかっていうのは我々がまたどうね、なんちゅうかな、コラボっていうかね、こう伝えていくのかっていうのは。そうだから、新たな歴史をまたここで刻んでいくわけでしょ、うん、そうなんですよ。形を変えて、少しだけですけど、そこにね、レコードをポツンと落として
いい感じのジャズやクラシック。いや最近でもそういうのさ、本当になんか若い人も、うん、若い世代の人も、うん、そういう空間が好きっていうかさ、うんうんうん、リバイバルじゃないけどさ、どん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 こう時代って回っていくじゃない、うん、またそういうのが逆にいいとか、レコードの音がいいだったり、デジタルにすごい行ったけどまたやっぱりアナログだよねってなったりとか、うん、だからね、これを新しくみんな感じるはずだし、ああいう場所はこういわゆるサードプレイスになるからね、そういう場所にぜひ皆さんドアを開けてみてよ。いいね、うん、この後はね、見ないでいいです。あ、初めてじゃない？この後あんまり見なくていいっていう、え？僕あんまりおすすめしないお店です。一応問題作って問題っては言ってたけど、そこまで、うん、見る？逆に見てみたいわ。見ちゃうの？見てからダメだったらやっぱりやめよ。にゃん、やってまいりました。さあここはですね、先ほどの響きから、まあ、車で5分ぐらいかな、あのところにあります、ゴエクグスクがあるこの通り、わかるかな、小座十字路からのすぐ近くですけれども、ここついにやってきました、アビーロードでございます。ここはね、問題だらけのお店なんで、問題だらけっていうかね、あのなんちゅうかな、敷居が高いっていうのかな、ほぼ会員制。入っていい？入っていい？どうしようかなじゃないよ。はい、はいはい、ありがとうございます。うさがってみやがれ。ありがとうございます。いや、ここまずね、紹介するにあたって、うん、ルールをね、やっぱ言っとかないと、うん、みんながみんなここ入ってきちゃダメなんでしょ。そうそうそう、だからこれが厄介なのよ、ね、テレビには出るけど、うんうん、誰も入れない、誰も入れないではないけど、来てほしくない、うん、そう、なるべく来てほしくない。まずここに来るには、うん、まあ、電話を1本入れて、そう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 、でなおかつこれまだ生きてるのかな、誰かの紹介、あ、これ紹介の方が楽だよね、うん、そう、うんうんうん、宮島が初めて来てくれたの、うん、覚えてる、俺が最初言ったの、ようこそ本当の小座の裏側へ言ったここすごいのはね、スピーカーの数がまず何個だっけ、もう77って表示してるけど本当はもう分からん、ちゃんと数えてない、だから多分80個超えてると思うんだけど、うん、超えてるね、多分これが一気になる、でしかもそれをレコードで楽しめる、うん、そうそうそう、でもお店の名前から分かる通り、うん、ビートルズの音をね、そうそうそう、そう、ここで味わえるんですよ、この美味しいコーヒーとともにね、まだ飲んでもいないのに美味しいって言うんだ、名前な、あ、やっぱり美味しいね。あ、分かった、これペルーさんでしょ、うん、あ、さすがでしょ。もうこのペルーとかブラジルとか、うん、うちなんちゅうが移民して今日、うん、世界のうちの自治体会あったでしょ、ね、戻ってきた人たちの、うん、苦労してきた人たちの最初の職業がコーヒー農園で働くことだったから、まあ、沖縄とコーヒーって切っても切れない、そうだよね、学が出てしまったもん、ご縁が、学がね、あのうんちくがね、俺なんていうの、ね、沖縄国際大学中退だよ。だからここはね、あの基本的には音楽をね、うん、ゆっくりじっくり、まあ、楽しむっていうのがあるんだけど、うん、もちろん会話もね、そう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 、しながら、うん、でここでつながる人たちも面白いとばっかくるね、いや、だ、面白いっていうより、面白いっていうか、なんていうかな、だから俺さ、まあ、小座の町とかは、うん、まあ陽気で明るく陽気ってあるけど、うんうん、あのさ、なんか俺あの酒の勢いで明るく陽気になるっていう文化はあんまり好きじゃないわけ、うんうんうん、だからシラフでいても、うんうん、コーヒー飲みながらでもいい音楽を聴いて、うん、音楽でテンションが上がってる会話っていう形にしたいから、うんうんうん、ほぼここに来られる方の今ね、うん、多分9対1の割合でアルコール飲む人はほとんどいない、うん、面白い、だっていらないもん、ノンアルコールでいい時間過ごせるし、あと最近だと表の三角看板作ったよね、うんうん、あれ看板はでおなじみの、あ、看板屋でおなじみの、うんうん、サイン沖縄の、サイン沖縄の大城さんのね、ミスター沖縄、そうそう、大城さんの作品、ね、あってネオンをまた復活させるっていうようなね、うん、気持ちもあるわけよね、そう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 、うんうんうん、ちょうどステーキハウス式の看板がなくなるから、はい、うんうんうん、いやもうじゃあ沖縄市に今一つしかないからね、うんうん、であでも新しく作ったらいいさっていうことで、うんうんね、復活第一号になって、そう、なんか真似しようとしてる輩もいるみたいだけど、いいじゃないですか、どんどん真似してほしい、うん、三角看板はお客さん来てほしくないって言いながらそれ新聞記事になってたじゃん、うん、だからその看板は綺麗にしで本当はね、ああこの番組は10分ちょっとしかないから、うん、本当はもう1時間ぐらい喋れるぐらいいろんなエピソードあるんだけど、うんうん、最後に一つね、うん、ここでね、あ、僕の歌声も聞けます。
これちょっと殺菌かかってんのか。これはかかってるな。かかってるんだ。かかだから聞く、聞きたい人はここに、あの、うん、うん、来ればいいけど。そうそうそう、あのレコードってリスニングともう一つの用途わかる？何だよ。フリスビー。おい、こら！コザの裏町。乾杯。男のロマンをこう突っ走ってんなみたいな感じはしますよね。音楽が大好きでね、うん、だからまあ怖いかもしれないけど、だってさ、それこそなんかビーズが好きですか言ったら、お前舐めてんのかバシーンとかされそうな。そんなことない、いろんな音楽ガンガンかけるから。本当本当本当、最近平成生まれの男子女子も、自分もレコード好きですって自分で持ってきたりとかしている若者たちもいるんだって。まあ、レコード好きな人たちが選ぶ曲ってもうなんていうのかな、玄人受けするっていうかさ。いや全然大丈夫大丈夫。本当？うん、うん、大丈夫大丈夫。大丈夫？あのインスタとかフェイスブックとか、うん、彼あのアビーロード発信してるから、今日は何時から何時までやってますって電話番号も書いてるから、うんうん、一回電話していいですかって言って、しょうがねえな来いよって絶対言うから一応言うはずだから。ツンデレ系ですかね。ツン、あ、そうだね、うん、まあ、だから誰かの紹介で行ってもう病みつきになる、うん、あのこの癖がたまらないみたいな風になるんだろうね、うん、一応行っていいと思います。あのコザの裏側を見ました、行ってもいいですかでいいんですよ。あ、はいはいはい、お酒で酔っ払ってもダメです、うん、あ、なるほど、もうベロンベロンの、うん、もう絶対ダメ。あんまりにもよっぽどだと思うけどね。まあでもあんまりね、そういう方たちってあんまり最近見かけなくなりましたけど、うん、まあまあちょっとそういうものに触れてみたい。一応あんなキャラですけど、うん、一応ジェントルマンかな仲いいんだね、宮島さんね。仲いいですよ、うんうん、って俺は思ってるんだけど、なんかいろいろだから、その音楽のこともコーヒーのこともそうだけど、そのなんていうのかな、地域のこととかさ、あ、そう、そういう歴史も本当詳しい方で、この間かかずひとささん紹介して行ってもらったら、うんうん、とっても盛り上がってたよ。あー、そう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 。喧嘩とかしなかった？うん、仲良くやってると思う。あー、よかった、安心しました。うんうん、多分え西原守です。誰？え、あんた、僕にそっくりな人がいるんですよ。あ、そう、あのスタジオ経営してる人で、あのすげえ分かりにくいなそこまで説明されてもピンとこなかったし、ね、スタジオビートニックってあるんですけどね。あ、そうなんですねってしか言えんさ、何なんだろう、うちのまだ続けるわ。うち の, あのシアタードーナツ T シャツ着て、あのあっちゃあっちゃしてたらさ、うん、あ、宮島さんって呼ばれてるらしい。あ、ほんそんなに似てるんだよ。へぇ、びっくりしますけどね。じゃあ今度はあの替え玉で、替え玉なんかあってもなんかあってもね、この人に座ってもらえれば喋れるかな喋れないか分かんないけどはい、新年一発目のエンディングでございます。いやエンディング中か、2023年が始まりましたね。始まりました。え、何年年だっけ。うさぎ、うさぎか、トラ、あ、うさぎか、うさぎ、うさぎ、うん、うさぎだね。おお、ぴょんぴょん跳ねていこうぜ。おお、ね、そうですね。ね、なんだこれ。まあでもほら、こういう感じで言うじゃん。そうだね。イノシシだったらもうちょっと帽子みたいなさ、ね、みたいな感じでね。うさぎか。え？あ、そっち？あ、バニーな感じってこと？いや、バニー。2023年でもあんまり毎年思うんですけど、はい、この時期って、うん、あんまり去年とあん変わらないっていうかさ。なんでしょうね、なんか少しずつ新年度になってくると、4月になってくると、あーって感じの実感が湧いてくるような気がしますけど。そうね、移動とかね。うん、そう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 。まあマイペースにね、行きましょうか今年もね。何も変わらないんでしょ、小座裏も2023年も。あ、そうだよね、これ一応4月以降もあるのかな。わかんないんだよね。え、わかんないよね。え、今年もよろしくとか言って3月でまたみたいな感じになる可能性だってあるってことでしょ。それはあるでしょ。いや、本当に分かんないのよ一応ね。分かんないよね。え、分かる人いるの。いない言ったことでしょうけど多分いないと思う。まあ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 、まあ、でも、あの、うん、年度内には500回はまでは約束されてる、まあまあまあ、年度最終日は500。年度最終日が500？ほー、そうなんだ。これで終わってもいいのかなみたいな気持ちも。フィナーレ華々しく散る的な。1000回1000回1000回ってあと10年かかるから。10年あと10年だよ。だから
え、あと10年って言ったら俺あのエルビスみたいになってんだよ俺私どうしよう、ユバーバーみたいになってるかもしれない、そっか、まあまあまあ、じゃあ2023年もゆるくこんな感じで、まあでも今年こそはロケに出たいな私。ああもういけるんじゃないの、一応ベビーも、うん、もう今年で3歳になりますし、ちょっと預けられたりタイミング作れたら、うん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 、ね、もうお願いしますよ。むしろなんかこれがないと出るきっかけならみたいなところもあるんで、うん、そう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 、ちょっと旦那さんの協力もよろしくお願いしますお願いしますって、まあね、今年もじゃあゆるい感じでいつも通りな感じで小座裏を、うん、あの盛り上げていきたいと思いますので、うん、本当に整形すんの？整形ほら去年言ってたじゃない2023年の抱負っつってさ、うーん、どうします？今年なんか改めて、え、なんかあれみんな最近あれしてんの、あの足毛とか、何、あ、ツルツルよみんな足毛を、うん、男の人もコンビニとか並んでごらん、あ、もう、うん、もう今はまあ寒いからあれだけど半パンとか見てたら、はお、みんなツルツル足、みんなツルツル、意外とこんなかもいるかもよ、言ってないだけで。ほんと。シゲは？汚ね。汚ねっつって。もう何の時間これ。整形はしないですけど、まあ心は常にフレッシュでいたいですね。まあそうよね。うん、あ、これだよ。そっか。いよいよ。そうだよ。これを全力で応援したいから、2023年度も。沖縄市の皆さんよろしくお願いいたします。いい情報をたくさん届けてまいりたいと思います。よろしくお願いします。ぜひご贔屓にお願いします。私もよろしく、あの必要であればあの剃りますし抜きますし、いやいや、まあ、誰得って話なんです。大丈夫です